はい、こんにちは、ガリケアです。今日はベトナムのサパから、 This is video video、yeah. サパから、ベトナムのサパから、お伝えします。今回ツアーで少数民族の家に宿泊するという一泊二日のツアーに申し込みました。それで今夜は、一泊ね、この少数民族、あの赤い頭巾をかぶっている方々、ザオ族の方の家に宿泊します。でその家まではトレッキングなので、みんなで歩いていきます。このサパは首都のハノイに比べて山奥にあるので、ちょっと寒いですね。まあ、寒いというか肌寒いというくらいですけど、ね、今日は天気が悪いみたいで、さっきまでは雨降っていました。この辺はあの棚田っていうんですか、日本でね、ああいう段々畑の田んぼがたくさん見られる場所で有名です。この少数民族の方はこういう山道、舗装されてない道を歩くのにサンダルなんですよね。サンダル、まだここはまだまだ歩きやすいところですけど、本当にさっきまではきつい山道だったんですが、ぬかるんでいるところもサンダルでひょいひょいと歩いていきますね。はい、ということで、一旦ね、動画ここでまた、またじゃない、ここで終わります。また何かね、今後面白い景色、風景など見たら、またこの全天球カメラで撮影したいと考えてますんで、またお楽しみに。バイバイ。